どうもこんにちは、ギタリストの小川智成です。今日はですね、右手のピックの弦に対する挿入角度、アングルとか、上行下行する時の右手の使い方とか、その辺をですね、より詳しくやっていきたいと思います。なので、もう今日はここだけのアップの動画でやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ではでは早速いってみますね。まずですね、ピックの持ち方というのは、まあ大体皆さん教則本やら何やらでご存知かと思いますが、まあね、こうピックがあった時に親指と人差し指を、まあ、こんな感じでね、こういう感じでね、持ちますよね。まあ若干こう深めに持つ人もいれば浅めに持つ人もいるし、まあ、プレイによってね変えたりしますが、まあ大体僕はこんな感じですね。こういう感じね。で、弾いていくわけですが、まあ、Cメジャースケール、ドレミファソラシドを、3ノートパーストリングス、1本の弦に3音ずつで弾いてみますね。こういう感じですね。で、この時に、まあ、これぐらいの速度だったら平行から順アングル、少し弦に対してピックは順アングル斜めになるくらいに持ってます。で、右手なんですけども、よく初心者の頃僕がやってしまってた弾き方は、ここのブリッジに右手を固定したらそのまんまの状態で、1弦まで弾いてしまおうとしてました。この辺になると親指がピーンと伸びてるの分かりますかね。この辺だと親指曲がってますよね。1弦になるとこうピーンと伸びてしまう。それはまあ届かないからですね。こういう動きで1弦まで届かせようとしてたんですが、こうやっぱね、フォームが変わっちゃうと弾きづらいので、右手と左手はリンクしてこう上行下行する練習をしました。例えば6弦に左手がある場合は右手も6弦側にいて、1弦に行くに従って一緒に下に下がっていくというのかな。こういう感じですね。右手がこうやってこういう感じで動いてます。そうすると1弦の弾いてるこのフォームと6弦を弾いてる時のフォームが同じフォームのまま下まで全部の弦を弾ける、ね、固定しちゃうと届かないから、1弦の時のフォームと6弦の時のフォームがわってきちゃうので、右手は左手と同じように弦を移動していくイメージです。結構これは練習が必要でした。じわ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 って下がりながらピッキングして、で次登るとき、加工かな、音で言うと加工していくとき、こうやってジューッと上に上がっていくんですね。こんな感じで右手は左手と同じように上行下行をしてピッキングをしています。で次にですね、
ピックの弦に対する挿入角度じゃないな挿入具合っていうのかな、どれぐらい深く入れるかは、ゆっくりな時はまあ言って1-2ミリ、1ミリってことはないか、2ミリぐらいまで入ってるかな。まあ2ミリぐらい弦にピックが当たってるんですね。2ミリぐらい深いところで。でこれが速くなると、ほぼピックの先っぽの部分で弾くんですよ。なのでゆっくり弾くときは結構深めに、入れて、早く弾くときはもう浅く先っぽの部分で、もうなるべく抵抗感をなくすように弾いてます。で続きましてね、右手の振り方なんですけど、例えばね、6弦だけをピッキングするときは、例えばドの音、早く弾くときはより準アングルになります。まあ、ゆっくりのときはね、平行もしくはちょっと準アングル気味、早く弾こうと思ったら親指をグッとこう、グッとこう引き寄せて、グッと引き寄せて、ピックが横になるっていうのかな。まあ、その方が、平行に当たる時よりかは、抵抗が少なくなるんですね。こう縦っていうのかな。なんかこうピックがね、立ち上がると。なので早く弾くときは親指をグッと弾きます。で人差し指の、なんていうのかな、まあ、最初はこう指の腹の部分で持ってたのが、グッとなる、グッとなるから、人差し指の横の部分でピックを持っているような感じですね。こういう感じでね。それでですね、より速くするときは、この屈伸運動も入れんですよね。人差し指と親指の屈伸。こういう手首の振りプラス親指と人差し指の屈伸も同じように入ってるんですよね。例えば屈伸だけで弾くとこういう感じですね。手首振ってないですね。屈伸だけ。そうするとなんかちょっとノコギリみたいなギコ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 ってなっちゃうんですけど、それを防止するためにこの手首の振りも入れるんですね。で屈伸も入れる。
わずかなこの動き、手首の動きとわずかなこの屈伸の動きを微妙な割合でやってるような感じですね。で、弦移動するときは特にそれが顕著に出るというか、という感じで、なんか微妙に動いてんですよね。こういう屈伸運動とこういう手首の動きがなんかこううまい具合にこう動いていくわけですね。ですね、この動きが分かったところで力の入れ具合なんですが、最初のこれぐらいの時はほぼリラックスして弾いてます。リラックスしてそんなに力んでないです。でちょっと早くするとこの辺に力みが入ってきます。ただ肩とかは集中しすぎるとグッと硬くなって岩みたいになってなりがちだったんで、なるべく肩はリラックスさせて、手首のこの辺だけ、この辺かな、こういうあたりにちょっと力が入ってますね。で、もっともっと速くするとなんか痙攣みたいになります。昔ファミコンの高橋名人の1秒間に何連打みたいな、ドゥルルルルルっていう時に、ここをすごい力入れて、ぐーってやるじゃないですか。ドゥルル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 みたいな、そんな感じですね。すごい今ここに力入ってますね。なので段階がある感じですね。まあこれぐらいの時はまあちょっとリラックス気味に弾いて、これぐらいの時は少し力が入ってきて、もう一番早く弾く時はもうグッと固めてクッと、こういう感じですね。という感じで結構力んで痙攣みたいな感じで弾いてます。
で、あと結構最近左手と右手をこう分けて練習することが多かったんですけど、まあなんかこうフレットラップとか使って左手だけでこう、こうやって弾いてて、あ、結構柔らかくなったなと思ってこう右手を入れると、なんかちょっと硬くなったりする時があるんですね。で、意外となんかこう神経質というかこう気持ちの中でこう右手を構えた瞬間に左手にもこう力んで、左手だけで弾いてたらリラックスして弾けてたのに、こういう右手を入れて弾こうと思うと力んじゃうっていう妙な癖というか習慣というか、無意識のね、そういった反応が出てくるだなっていうのもね、ちょっと最近気づいたんですけど、なのでこういう練習をするときは、まあ、指をね動かす練習していると同時に、こう肩とかリラックスしてるかなっていうのも意識しながらやっています。なのであえてこう首をこう体動かしたり、首動かしたり、立って歩いて弾いてみたり、なんかこういろいろね、座って弾くだけじゃなくて、なんかこう体がね硬直しないように、なるべく、無駄な力っていうんですかね、力むのはこの手の指とかこの指先とか、こういうとこう左手のね、こういう筋肉、こういうとこが動きまくってますよね。こういう筋肉とかは使うんですけど、その他の体自体はこうリラックスできるように僕は動きながら弾いたりすることもあります。で、上行下行するときに、意外とね、僕ね、下降っていうのかな、上に上がっていくとき、音的には下がっていくとき、これ苦手なんですよ。なんかどっか一音抜けちゃうんですよね。なんか一音抜けてるんですよね。まあ、そんなね、弱点というか、まだまだ修行が足りないなっていうところも見つかってくるので、そういうところをですね、重点的にやってみたり今してます。で、いきなりね、一気に上行下行ってやると大変だった場合は、まあなんかこうこう一個ずつ分けて、これだったら6弦5弦、次5弦4弦、4弦3弦、4弦あ3弦2弦、2弦1弦、まあ徐々に徐々に下がっていく感じ。高低差がちょっとね、階段が少し緩めになる感じ。感じで、一気に上下しなくても少しずつ上下していく練習から入るというのもよろしいかと思いますね。
で、速さもですね、最初はあんまり速さにこだわんないで、どちらかというと右手のこういう左手とこうリンクして上下するこう動きをねマスターさせる。次にピックのこの屈伸、親指と人差し指の屈伸がこう入って、屈伸も入れて手首もこう動かして、しかもこう右手と左手をリンクさせるっていう、だんだんとこう課題が多くなりますよね。なのでですね、まあなんかこう自分が不得意なところを見つけて、そこを一個ずつクリアしてきた感じですね、僕の練習方法は。なんかここで詰まっちゃうなと思ったら、そこだけを繰り返したり、あ、加工するとき3弦4弦がいつも1個抜けるなと思ったら、とかね、2弦と3弦で抜けちゃうなとか、あ、ここだなと思ったらそこだけを重点的に。よくやってます。はい、というわけでね、今日は右手のピッキングについてちょっと詳しくお話しさせていただきました。ピッキングは人それぞれね、ピックの握り方から手の振り方からもいろいろあるので、今回やった僕の内容はあくまで僕が今までやってきた練習法のご紹介という形で、ご参考になればこれ幸いですというスタンスで、動画を作らせていただきました。なので万人に、皆さんに当てはまるとは限らないので、まあ、ご参考にならない方もいらっしゃるかと思いますが、僕はこんな感じで練習して今に至りますということで動画にさせていただきました。ご参考になったらこれ幸いでございますということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。また次回もぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。